切り大根を使ったペペロンチーノを作りますね。すごい簡単で、千切り大根とニンニクと天然塩と鷹の爪とオリーブオイル、この5つかの、材料だけで作ります。包丁もいらなくてハサミでこれ鷹の爪切るのと、これも千切り大根も長さによるんですけど、今度はそんなに長くないので切らずにそのまんま使いますね。千切り大根を水に浸しておく時間はそんなに長くなくていいので、本当に数分つけて絞ります。千切り大根を絞った汁はもう結構だし的にお味噌汁に入れたりすると美味しいですよ。よく絞りますね。はい、であとは炒めるだけだ。炒めていきますね。炒めるテンパリングの要領でですね、炒める時の基本でとオイルを入れて、香りを出したいものを入れて、ニンニクもこのぐらいにしとこうかな、入れてから火にかけます。香りを出すときは弱火にします。してきましたね。でもまだ香りがしないのでもうちょっと待ちます。このぐらいいい感じの色になってきたら、切り干し大根を入れていきますね。なんかこれも40を過ぎてからなんですが、パスタとかピザ、小麦がっつりのお料理食べると眠くなっちゃうようになって、それ以来なんか忙しく働かなきゃいけない日はパスタもピザも食べれなくてですね、でも、好きだから食べたくて、いろいろ調べてたら切り干し大根でパスタ風のお料理いくつかあって、今回はペペロンチーノですけど、前に動画でご紹介したパセリのソースとかで炒めても美味しいですよ。ただ絞って炒めるだけなのでとっても簡単です。もうちょっと炒めますね。できました。ペペロンチーノいただきます。ペペロンチーノが歯ごたえは切り干し大根、味はペペロンチーノ。でも食感は切り干し大根。でも糖質オフ。
グルテンフリー、ヘルシーです、おすすめです。お酒を飲んで